来ました、こちらねハングル語で書いてますけど、前菜はこういうことでね、肉はチキンですね、チキンと形ですね。まあビビンバよく混ぜてくださいということで、メニュー音楽は最新の K-POP、聞いてます。ちょっと聞いていただくとね、録音されてるのもちょっとわからないんですけど、じゃあメニューが来るということで、よろしくということでね、機内食が届きました。いただきます。これがね、黒岩氏が選択したビビンパブ、そして私がチキンということで、ごゆっくりさせていただきたいと思います。ちょっと正面から近い。はい、まあご飯もいただいてね、お腹いっぱいになりましたね。シエさんも綺麗な人ばっかり多いですよね。あれ、彼は何ですか。何、ね、え、一般客なの。話言った通りで、はい、ということでね、リリックじゃなく2着体制に入りました。晴れてます。はい、もう雨やみました。行いですね。どうでしたですか。快適ですね。やっぱりさすがビジネスクラスで、はい、ゆったりとした座席ですから、食事も足穴の食事は美味しいですよ。あ、初めてのあのビビンバで一番合格をもらえるかな。美味しかったです。 ありがとうございます。あと CA さんとですか。まあ、なるほど、いいなと思ったし、いませんでした。なるほど、ね、ということでね、このスリッパもろって帰ろうかなと。これ募集されちゃう、どうしよう。これ募集されちゃう。5,000円で売ってあげる。いや、5,000円。はい。ということでね、まもなくインチョン空港、約3時間でしたっけ。2時間半の旅でしたけどね。はい、無事到着しますということでね。はい、ありがとうございました。じゃあこれからは空港疲れて、で、両替ですね。あの、ソウルの駅行ってるよ、ね、はい。で、これから電車に乗るんですよね。そうですよね。あの、高速鉄道。はいはいはい。で、乗って、ソウル駅に向かって、はいはい。あの、ALX っていうんですか。あれね、私、以前、坂口さんとは、一緒に、まあ、前回も乗ったんですけど、それで、ね、ちょっと覚えてるんですけど、受付があるんですよ。そこにこの搭乗券を見せると割引券割引されるんですよ、 ALX の。だから今日もそれで確か6,500ぐらい定価がで、その割引。ああ、じゃあそれで行こうや。確か、うん、だから1万何本ウォンがそうなのでしょ。まあそんなに変わりはしないですね。まあでも20分ぐらいしか変わらないです。20分。はい。え、じゃあ値段の問題。あ、値段は俺分かります。ああ、じゃあね、割引されるんですよ、ガイドブック見る方は。あ、そうですよね。じゃあそこに、あ、もう着きます。あって思うじゃないですか。あれ、綺麗に降りましたね。あれ全然なかったですね。
店員さんでしたね。まるで長電で言うなら曽根さんみたいな感じですよね。衝動なし。もういつもお客さんが言うんですよ。あ、やっぱ曽根さんやな、また寝てもたわ言って。あの長年さんでももうトップクラスのね、私運転操作らしくて。その辺どうですか、ね、その辺どうですか。長年でもね、お客さんがいつも長野だ、やっぱ曽根さんや思った、寝てもてたけどって。君電車乗寝てるしやろ、お客さん寝てないやろ、誰もみんな起きてるやろ、荒いってことや。はい、もうあの天候はね、雨も止んでアスファルトも乾いてます。あ、なんかコリアンエアのなんかあの、そう、特別塗装。あ、何やろ、同じ、これと同じピカチュウ号みたいなやつ。まあ、コリアンエアのピカチュウ号でしょうか、何でしょうね。単なる絵が描いてるだけやん、ね、すごいな、あの経営でもなんだあれが、あの隣にあるちっちゃい飛行機、なんかおもちゃみたいやな。はい、出まーす。あの一番いいですって俺持ったの、ね、なんかさ、一番左のおばちゃん見覚えあらへん。はい、ということでね、着きました。まあ違うと思う、よく似た顔に見える。あっちの方やと思うんですよ、地下鉄ね。皆さんこんにちは。なんとかなる、この名言いただきましたね。この名言いただきました。場所はね、ソウル空港。ただいまね、両替をするということで、黒い男を見せる、なんとかなる。かっこいい。次だね、次だね、順番。あ、まだもう一つ時間あるか、ちょっと外れすぎました。じゃあどっちこれつなげたいと思います。黒いは、お父さんは来るかよ。あれいけそうやね。あれいけそうやね。さすが男、黒いはなるようになる。もうちょっとずれてもらっていいですか。